エビフライって美味しいですよね。いただきます。エビフライが山で拾えるって知ってました？森のエビフライっていうやつなんですけど、調べたらね、広島県山口県にはもうないらしいんですよ。で、森のエビフライを探しに四国に行ってきました。どうぞ。森のエビフライとは、森に落ちているエビフライのことです。キャンパーがスーパーで買っていった惣菜のオードブルをひっくり返した結果でもなければ、揚げ物好きの妖精が落としていった痕跡でもありません。その正体はなんと松ぼっくり。まだ開ききってない松ぼっくりをリスが食べた結果で誕生する造形物、それが森のエビフライなのです。私の住む尾道周辺を含むビンゴエリアでの目撃情報はなく、おそらくリスが生息していないのではないかと思われます。範囲を広げて中国地方を見てみると、広島県でも山口県でもリスは近年観測されていないっぽいことが分かりました。さらに範囲を広げてみると、四国の神々が住むという2つの山、石槌山と剣山を挟む四国山脈にリスが今でも生息しているとの情報を見つけ、剣山周辺の険しい山中に素人でも立ち入ることができ、世界一の長さを誇り、乗車時間約70分という奥井屋観光周遊モノレールという施設を発見しました。徳島県の剣山付近にあります。インターネットでババッと調べたところ、リスさんがまだいらっしゃるらしいということが分かりましたので、これはぜひともエビフライをゲットしたいなと。ここになかったらどこにあるんだ。モノレールの駅舎はあちら。まずは癒しの温泉郷さんの方で、腹ごしらえならずトイレごしらえ。あちらにですね、現地の方がいらっしゃいますね。エビフライは見たことありますか？あると。いよいよエビフライ見たことあるっていうことならね、君これじゃないですよね。チケットを買います。乗ります。リスとかがいたりするんですか？ね、おりますよ。あ、いますか？はい、リスはおります。リスと、タヌキ、ハクビシン、そんなんだ。ということで、ここ入ってね、会話が、事務所の方と会話ができておりますので、うん、もしか場合にはしてください、はい。それと前の車両が万が一止まっておったり、うん、もしかカメラ、携帯電話、お財布とか落とした場合も同じここの番号がありますので、必ずね覚えといて、覚えといてんじゃなしに、落とした時にすぐに、そうじゃないと覚えといて、ここ持ってきたって忘れた場合はね、もうどこでどんなんや分かりませんので、もうスタッフもいて探しようがありませんので、この番号がありますので、そこで落としちゃって、スタッフの人がすぐ取りてあげますので、あ、そうですか、はい。それと前の車両が万が一止まっておったり、気になって取れないし、キャップを取って、だって止めてください。万が一前の車両が止まっている場合、注意一つだけはしないでください。もうすぐ時間かかります、それ以外はね、ものの5分あったら直しますけど、あ、そうなんですか。一つだけはね、はい、ものすごくかかります。わかりました。見てくださいね、はい、はい、少々お待ちくださいね、はい。前の車両がね、まあ、出て5分かかんと前のこの車両が出れる。あ、そうですか。出れませんので、ね、いいですか、行きますよ。楽しみだ、はい、はい、寒いです今日はね、はい、ありがとうございます、はい、行ってきます。いやー、リスがいるって聞いちゃったもん。絶対エビフライある。質が、やっぱり質の角度が変わりますよ。はい、引っ掛けないです。はい、寄ってます。あの急勾配を90度。うわー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 、おーおーおー、これはモビルスーツになんかパイルダウンしたみたいな、常に椅子が水平を保つようになってますね。快適ですねこれ。おー、ちょっとこれ 下に道が。モノレールにエキサイトしてる場合じゃないんですよ。あのエビフライを探さないといけませんから、目を凝らして探していきます。わかんないだろうな、どんくらい傾いてるか。そうか、そうか、ここわかりますか、これ。これ木の生え方見てください。こういう生え方してるでしょ。でこうですから、わかりますかね。わあ、すっごい岩だ。これブレスオブザワイルドに出てきそうな岩。こんな岩ですよ。ちょっとカエルにも見えるね。川流れてる。鬼ぐるみってやっぱくるみですかね。くるみってことはリスいるよ。暗闇の中に入っていくんですね。あれ、これ右と左になんか分かれてるようにも見えますか。あ、下りなんだ。今トランシ
シーバーがジャサって言いましたけど、何か異常事態でしょうか、電波の検査とかなんでしょうか。1350m 標高書いてあります。リスじゃないのかな。あ、木ですね。これがね、リスに見えちゃった。こんなところだったらエビフライだけじゃなくてカツカレーとかもう落ちてるよ。冷えます。この辺のとこは多分マイナス3度ぐらいあります。今度は下り、座ってるのにもうほぼ立ってるような状態なんですよ。二人静かって木があるんですね。映画かドラマのタイトルでそういうのあったような気がします。ありがとうございました。気持ちが良かった。お父さん鼻赤いの、トナカイみたい。あのリスが松ぼっくりを食べたらエビフライみたいになってるのがね、はい、あるって聞いたんですけど。いやそれは、見たことないですか。まあ大体ここら辺の人はどんぐりかって何度拾う。あ、そうか。もう何回か見たことあるんですか。いやそれはもう僕でも見ますよ。余計はおらんけどちょこ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 してね、あの杉の上こうカッチャ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 ッ食べたりしようか。かわいい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。まあ寒くてフラフラになったしエビフライもなかったけども、一言で言って最高でした。四国産ゆず入り蜂蜜、あったかいのがこのぐらいしかなかったんで、うまい。雑貨屋さんに売ってるあのカゴみたい。カゴ当たれんよね。550円。さっきのモノレールの桂橋にはエビフライはないですね。いやそば、いただきます。まあ、首脳陣の渓谷の底にもエビフライが流れているのではないか、しかも楽しそうだしという判断により川下りをすることになりました。国の方からね、お天然記念物に指定されと書きまして、最高のごゆっくりとご覧ください。ちょっと揺れます。もし当たります。エビフライゲット。翌日、瀬戸内のいりこだしを楽しめるうどん屋さんに寄り道をしました。足タイヤ出てきちゃったかって、これぐらい足からチーズ土曜日じゃないの、水曜日だ。銭形平次が投げるお金ですよ。砂で作ってあるんですね。あのお金は真ん中にこう穴が開いてるんです。真ん中に穴が開いてるものといえば、パイン飴がパンケーキどら焼きに入ったらしいです。パンケーキとどら焼きのあの問題にパイン飴が参戦してくるとは思いませんでした。寺湊さん的にはな、パンケーキ部分がこういうふうにこう口を閉じた状態、プップッとなってる、これはねよりどら焼き側に近いと思います。どの辺がパイン飴なのか、真ん中に入ってるのかな。あー、もろっとなりましたね。いただきます。珍しい、あんの方じゃなくて生地の方にパイン飴が入ってます。やっぱりここで食べないとダメだ。うまい。ちょこれが開いてない松ぼっくりでしょ。でこれが開いてる松ぼっくり、見てこれ食べてる。これエビフライじゃないですか。ちょっとね、昨日おとといの雨で湿気で黒くなってるし、尻尾の部分がちょっとないんですけどね。エビフライじゃないのかなこれ多分。あー、普通の松ぼっくりこうだもん。これをね、人が人為的に折ってもさ、ちょっと折ってみる、違うでしょ。人が折ったもんじゃないでしょ。ていうかこうやって折って置く、こうやってよしって置く人いないよね。ビフライだよこれ。よしよし、これですよ。揚げすぎてしまった感じはありますね。こうやったら同じぐらいのね。やっぱエビフライってそのもの自体にちょっと魅力がありますからね。はい、いただきますね。うん、
うまい。ネットでざっくりとしか調べてないんで、中国地方には他にもエビフライ落ちてるとこ、あるんじゃないかなと思いますので、情報見つけ次第また拾いに行きたいと思います。ごちそうさまでした。どうも、お疲れ様です。ここですか？あ、わかりました。はい、大丈夫です。潮明け諸島と書いて潮明け諸島と読むらしいです、ね、瀬戸大橋。あ、ありがとうございます。この辺でリスを見かけになったりすることってありますか？リスはあまりないです、ね、あまりないですか？あ、わかりました。あ、美味しかった。